本日は、高麗塾による書み出前を行ってみました。ここに襖があると想定してください。式合わせ線から3歩になります。 左膝を立てまして、ここで足を一旦揃え、そして左足から前へ進みます。排気は扱っておきます。この時、膝は積み取り正面を向いています。 羽を膝前に置き、交互を左手のひらに乗せて、羽を交互の上に重ねるようにして、路正面に向かいます。 複さと指が平行になると綺麗です。 客は、亭主が露縁を吹き始めると、焼客から順に辞令して露片により、墨を継ぎ終わるまで拝見いたします。 イサジは炉の中で方向を変えます。 灰がこぼれていたら、ここできれいに吐きます。向こう、左、右と吐きます。 枝積みは5本置かれていますが、持てる分だけ枝積みを収めます。点積みで末脚から自石へと下がっていきます。 クワの火箸をつく位置は右膝の前になります。交互の蓋を閉めると、小脚から交互の拝見を 左で缶を取り、缶を釜にかけます。 あばきは丸を描くようなイメージでカタカナのあを書きます。 排気は右で取って左手で扱い、右手で持ち直し、そして下げます。ふすまを開けます。 拝見を終わった皇后はヘリソとゴめに置かれています。 交号は膝より高い位置、そして客から見て向こう側に置きます。対面、オンラインでの作動、奥伝、和菓子、会席料理の生徒を募集しています。詳しくは説明欄、またはホームページより、ただいま会員数は170名になっております。